ハニオンベリーのウクレレドキ。皆さんこんにちは。ハニオンベリーのゆりです。かなです。毎週火曜日16時から18時はハニオンベリーのウクレレ時、2時間生放送でお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、今日は4月7日。はい、はい、4月に入りました ね。もう1週間過ぎましたけれども。本当ですね。はい、今日のメニューをご紹介してもいいでしょうか。はい、お願いします。はい、本日のメニューはゲストを迎えしてのギフトボックス、そしてスカイナウ、狛江ストラ駅伝も順調にたすきをつないでいただいております。はい、皆様どうぞお楽しみになさってください。はい、では番組へのメッセージの送り方をご紹介いたします。はい、まずメールでいただく場合ですね、メールアドレスは tuesday@komae.fm tuesday@komae.fm。 メールのタイトルには番組名のウクレレドキと入れてください。そして本文にはラジオネームをお忘れなくお書きください。はい、その他にもハニオンベリーのフェイスブックページとツイッターもありますので、そちらからいただいても大丈夫です。それから毎回言っておりますが、はい、私たちおはがきとっても楽しみになっています。はい、もう自分で大丈夫かな。本当だよね。はい、おはがきの送り先もご紹介いたします。はい、郵便番号 201-0012 狛江市中泉1丁目 2-6 狛ラジスイートタイムパラダイスハニオンベリーのウクレレ時係までお願いいたします。はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、それでは今日1曲目をお届けいたします。ジュジュさんでステイアライブ。お届けしましたのはジュジュさんでステイアライブでした。はい、ここからはですね、テレワーク中のハニベリがお伝えしたいと思います。はい、今日はですね、はい、2人ともテレワーク。はい、スタジオにいません。でもちょっと今電話を3件中継しております。そうなんですよ。ね、カットドキドキしますね。どうぞ、じゃあお話ししていきましょうか。はい、はい、実はですね、私たちまあ、こんなさなかなんですけれども、何かいろんなことをね、情報発信していきたいなっていうことで、はい、なんとなんと昨日から私の思いつきでモーニングハニベリーをスタートいたしました。はい、そうなんです。本当にかなちゃんの思いつきで、朝にやろうよって言って、その1時間後ぐらいにスタートしたのかな。はい、そうですね、ちょっと今支度するなんて言って。なるほど。もう今流行りのズームでね。本当です。そうなんですよ。助かりますね。うん、ことができますからね。さあさあ、それで、今日は、はい、そんなわけで今朝もモーニングハニーベリーお届けしたんですけれども、はい、朝それをやりまして、はい、今日今のこの時間は、うん、ウクレレ時、はい、そしてそして夜も今日私たちは出演するんですよね。そうなんです。今日はハニーベリーデーなんですよね。自分たちで言っちゃう。そうそう、はいはい、夜ですね、22時からなんですけれども、私たちがいつも17時台にお世話になっているディレクターのヒロさんがやっている番組で、こちらもリスラジで聞くことができるんですが、クローバーメディアの番組で、虹色ホットスマイルという番組に私たちゲストで出演させていただきます。はい、ですね、先月だったんですけれどもね、収録は、はい、はい、ちょっとね、よそ行きのハニベリで、はい、ゲスト出演させていただいております。どんななんだろうね。わかんない。まだね、出来上がりの音源は一切の聞いていないので、今晩ドキドキしながら22時を待ちたいと思います。そうですね、はい、はい、私も楽しみにしております。はい、楽しみです。はい、じゃあこの後はいつも通り、はい、ギフトボックス、はい、お届けいたしましょうね。はい、はい、それでは現場の名古屋さん、お願いします。
ギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストはマヤ歴アドバイザー渡辺恵子さんです。恵子さん、こんにちは。こんにちは。恵子さんにはもうゲストには何度か来ていただいているんですけれども、また呼びました。はい、はい、今日初めてこのウクレレ時をお聞きの皆様もいらっしゃると思いますので、はい、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、マヤ歴のお話をさせていただいております渡辺恵子と申します。よろしくお願いします。お願いします。恵子さんは1月にゲストに来ていただいたときに、はい、いつ頃からやってるんだよとかっていうことも話していただきましたが、はいはい、何年前でしたっけ、マヤ歴のことに触れられたのは。そうですね、はい、6年前に、はい、私の今の先生に、まあ、ちょっと主人が、はい、会いまして、はい、でなんか今日面白い人に会ったよっていう感じで、はい、マヤ歴っていいんだよみたいな感じでなんかお話、でそこで耳にちょっと入りまして、はい、でも、まあ、ちょっと縁があって、まあ、学ぶことになり、はい、まあ、3年ぐらい前からですかね、ちょっとこうお仕事としてさせていただいているんですけれど、はいはい、私たちもね、前回1月にゲストにお越しいただいて以来、ものすごく、ものすごく仲良くさせていただいておりまして、はい、いろいろね、マヤ歴のお話もね、はい、たくさん聞かせていただいておりまして、はい、いろいろ気になってしまって、はい、そうけいこさんに教えていただいて、はいはいはい、なので、ちょっとね、いろいろ自分なりにいろいろお勉強したりとかして、やらせていただいておりますので、はい、はい、今日もまたじっくりお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは先週なんですが、はい、恵子さんにちょっとね、先週の時期に合ったお話をしていただきました。はいはい、それで番組の最後に、もし何か恵子さんに相談したいこととか、アドバイスを受けたい方がいらしたら、メッセンジャーでお知らせくださいって言ったら、早速来ました。早速来たので、今日はその方の、内容を例に挙げつつ、はい、恵子さんにお話を伺えたらと思っております。うん、はい、はい。マヤ歴というのは、はい、いろいろなね、見方ができまして、はい、まあ、ご自分の本来のね、役割だったりとか、自分は何に向いてるのかなとか、例えばね、このご両親を自分がお世話をするのかなとか、はい、そういうことも見れますし、あとは関係性と言いまして、まあ、ご家族だったらお父さん、お母さんと子供さんの関係だったりとか、はい、奥様だったら、まあ、旦那様との関係とかね、もう何言ってるかわかりませんっていう。結構さんですね。そうです。そう、あとはでもとっても仲良くて、いつも一緒にいるご夫婦とかもね、いろいろいらっしゃる、まあいろんな形があるんですけれども、はいはい、その関係性を、を見ることができるのが、そのマヤ歴の、ちょっと占いとは違うと言われているところになるんですね。はい、で今回、前回からこうご連絡をいただいた方、はい、私ちょっと生年月日をお聞きしましたので、はい、ちょっとこう先に見させていただきました。はいはい、で、小学校、学生の息子さんがいらっしゃる、うん、まあ、お父さんとお母さんの家庭なんですけれども、はいはい、ちょっとこう何考えてるかわからないっていうことがね、うん、はい、もしかしたらお父さんから息子さんを見るとあるかなっていう、そういう感じ。そうなんだ。そうなんですよ。で、実はね、このね、こうラジオを今聞いてくださっている方の中でも、はい、こう自分の子供がね、何言ってるかわからないとか、自分が子供の時に、お父さんお母さんが自分に言ってることがわからないとかっていうことって、でもありますな、ありませんでした？理解できないって、うん、なんでそういう見方するの、うん、とか、うん、なんでそういう表現するの、うんうんうん、っていう関係があるってことなんです。はいはいはい、はい、実はこのお父さんとね、はい、その息子ちゃんなんですけれども、背中合わせという関係がありまして、はい、ね、背中合わせに、例えば、今ね、お隣にいる方と背中合わせになってもらいたいんですけど、はい、見ているもの違いません？違いますね。確実に。同じでしょ？同じ場所にいながら、違う、そうそうそう。だからね、うん、ね、ゆりちゃんは外を見れるし、はい、かなちゃんは逆にお部屋の中が見れるし。はいはい、わかりますかね。そのお部屋の中を見てるかなちゃんがゆりちゃんに一生懸命いろんな話をしても、はいはい、ゆりちゃんから見たら、何っていう、私には見えてない景色ってことですよね。なるほど。でもそれは関係性というものなんです。それで何が起きるかというと、はい、二人が相手をね、うん、
ゆりちゃんって何か意味があることを言ってるのかなとか、うん、かなちゃんって何か私に教えたいことがあるのかなって、うん、お互いが相手のことを尊重することによって、うん、実は二人の世界がブワーって広がるってことなんですよ。うん、2倍になるってことですよね。すごい。違うものが見えてるから。あ、そこそこそこ。同じ向きにじゃないから。情報としてもらうから。そうそうそう。そう。でも最初は何言ってるかわからないっていうのが。そう思ったらなんかすごくないですか、うん、受け入れる側からしてみたら、ね、もっと頂戴になりますよね。そう。でも背中合わせってことは、うん、背中にいる人が動いたらわかるよね。うんはい、よく満員電車で背中についてる人が何か動くと分かるじゃないですか。そういう関係だから、いることはちゃんと分かってるの。はい、存在は背中もついてるから、はいはい、あったかさも感じるし、はいはいはい、ただ表現が違う、ものの考え方が違うだけだから、もったいないんですよね。なるほど。ちゃんと、ね、相手何考えてるのかなってこう察してみるとか、うんはいはい、思いやりの耳を持つとかですごくいい、学びの相手になる息子ちゃんとパパさん。すごーい。すごいですね。ぜひね、このパパさんも、うん、まだ息子ちゃん小学生なので、なかなか言葉もね、うん、ちゃんとこう伝えること難しいと思うので、そうですよね。はいはい。何を伝えたいのかなってパパが思ってくれればいいってことなんですよ。なるほど。大人のね、パパがね。パパがね、はいはい。そうすると息子ちゃんいっぱい喋ると思うんですよね。うん、かね、この息子ちゃん、なんで？なんで？パパこれ何？うんママこれ何って言いたい子なの、うん、いろんなことを知りたくて知りたくてしょうがない。だからいっぱいいっぱい聞くんですけど、うん、それね頑張って答えてあげてほしい。あーそうなんですね。そう。でもなんで聞いてくるんだよーってパパが思っちゃうと、うん、せっかく背中がくっついてるんだけど。見ればわかるじゃんじゃなくて。そうそうそう。見てないんだから。そうだね。ちゃんと説明をしてあげましょう。うんうんうん。とても大切かもしれないで、やっぱり大人の方がそれを分かっててあげて、うん、この子に対しては言ってあげることが大切っていうことが分かっていれば、関係性はすごく変わりますね。だってましてやさ、そういう子にいろんなことに興味津々なわけじゃないですか。すごいの、学者さんとかになるぐらいいろんなことを知りたくてしょうがない、それも知識を知りたくてしょうがない子です。そうか、うん、なるほどね。だからやっぱり観察力も鋭いわけじゃないですか。すごいあります、あります。だから、ね、そこを、ね、大事にしてもらいたいんですけど、はいはい、このパパさんが、はい、実は自分の世界をとっても大事にしたい、うん、っていう風に育ってきているので、うん、子供の頃もね、うん、あんまりねこうお母さんお父さんに聞いてないと思うんですよ。だから聞かれることが、えって、あれ子供の頃こんなに聞かなかったけどなって、なんでこの子はこんなに俺に聞いてくるんだっていう、なるほど、思いを多分パパはしてると思うんですよね。めんどくさいなみたいな。自分で結構何でもこうやっちゃう感じも、うん、感じ、そうそうそう、ね、大人の人に聞くんじゃなくて、な全部自分で調べるとか、うん、パパがね、なるほどね、そうそう、はい、でもパパのところにね、あの生まれてきたというか、まあ、ママが産んだんですけど、うんはいはい、パパのところに来てくれた彼は、うん、学びの存在として来てくれたので、うん、これ大事、うん、これ大事、そう大事ですって、そうですよ。パパさんって感じなんですけど、今日聞いてくださってると思うので、ねはいはいね、メモ取ってくれてるかもしれませんよ。うんはいはい、そうなの。ね、うん、こうやってね、見ていくことができるんですよ。はい、同じしていいですかね。はい、じゃあ、どうぞ。ママ、はい、ね、ママと、うん、あの、子供さんのね、はい、息子ちゃんの関係がね、とっても素晴らしい。なんですけれど、どういうことかと言いますと、うんはい、実はこの息子ちゃんの行く道を、はい、ママが導いていくという役割があります。パパには学びとして息子ちゃんね、はい、来てくれたんだけど、はいはい、ママはその逆。要は、息子ちゃんをママが導いていきます。まあ、導いていくって言ってもね、もう小学生だから手を引っ張って、おいでおいでっていうのはないと思うんですけれども、はい、これはぜひね、応援をする側にいるんだなーって捉えてください。なるほど。もうあれこれあれこれね、言えばいいってものではなくてね、うんうんはい、息子ちゃんの場合はもう応援をしてあげればね、どん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 自分で勝手にこう知識をね、得たいと思って、やりたいこともいっぱい出てくるし、はい、もういろんなところに。そういう環境を整えてあげるってことですね。すごいいいと思います。もう本とかね、辞書とかね、はいはい、いっぱい。
なんて言ったらいいのかな、見せてあげるといい。全部借りなさいじゃなくても図書館に行くとか、そういう風にしてあげてもいいですし、まあ、それこそね、前回、先週もお話ししましたけれども、もしお外に出れなくても、今はね、インターネットでね、いろいろ情報を、入れることができるので、いろんな世界があるんだよっていうのを見せてあげてください。今ちょうどね、そうやって親子で触れ合う時間もね、きっとたくさんある。そうですね。自分よりたくさんあるんじゃないかと思います。長くなってるはずですよね。はい、すごくいいです。今このお家にいる時間を、うまくこう、どういうふうにこう接して、どういう時間を過ごせばいいのかっていうのも、マヤ歴ではもう、結構ぴったり分かってくるので、ね、はい、なのでこちらの今回の、この3名の方のご家族で言えば、パパさんはもう一人でお好きに過ごせる。どうぞ好きに。パパの空間ね、邪魔しないでっていう感じなので、そうなんですね、ママと息子ちゃんでね、遊んだりとか、ね、いろんな本を見たりとかってしていただく、いろいろ聞いたことに対してちゃんと答え、それはちゃんと答えられる。それはパパの役目ですね。パパの役目だけど、パパが、いやもう僕一人でいたいって言ったら、あ、どうぞって。じゃあそれも、奥様がそれを分かっていれば、パパさんは少し自由にしてあげた方が家庭が円満だっていうことを分かりながら、パワーアップなわけですね。そういけばいいということですね。なるほどね。やっぱり今ね、ご家庭、お家の中にいる時間がとっても増えていると思うので、ね、もうぜひ分かっていただいた上で、ご家庭の時間を過ごしていただけるといいと思います。すごい、面白い。面白いですね。パパとママと、ママと息子ちゃんは、実はこれね、お友達の関係なんですよ。わかります？お友達ということは、私たち今同じ空間にいるんですけれど、同じ高さですよね。あ、そうですね。同じ高さ。それって、お友達ってそういう感じじゃないですか。これ、学校の先生来ると、ちょっと立って上から物を入れますけど、それがさっきのママが、息子ちゃんに対して導いていきますよっていうのは、ちょっとね、上から。そんなポジション。ポジション的に。でも、みんなここ同じ高さにいます。これが、そのご家族のパパとママの関係は同じ高さですよ、お友達ですよ。ね、息子ちゃんとママの関係は上からも、ね、導くこともできますし、お友達にもなれますよ。だから遊ぶときお友達でいいんですよ。あの子に指示出さなくていいの。遊ぶときは思いっきり遊ぶ。でも息子ちゃんも、これどうしようとかね、何か悩んだりとか、なんかこう、ちょっと間違っちゃってるかなって、こう、ママが見ててね、それは違うでしょ、人としてって思うのであれば、いくらでもママは言っても大丈夫。ちゃんとママの声は届くわけですね。届く届く。でも遊ぶときはもう、同じ高さで遊んで。子供だからできないとか、子供だからわからないっていうことはね、ないですよ。子供の方がよっぽど、もう、柔軟性もあるし、素晴らしいの。逆にママがやりたいことを一緒にやらせちゃうみたいな。そうそうそう。そういうことありだったり。なるほどね。なので、もうここ3人、同じ。はい。いいですね。でも、同じの方が、なんとなくいい関係になれそうな感じがしますよね。そうですね。笑うツボが一緒っていうんですか？うん。そうですよね。そうなんですよ。ねだからそれが分かっているとね、すごく楽に、ね、過ごせる。いいじゃないですか。パパと息子ちゃんの関係が結構面白いね。面白い。面白いね。これ、本当にこのことを今日聞いていただいて、それを頭に置いて、ぜひ付き合っていただけたら、いいんじゃないでしょうかね。じゃあ、けいこさんにはまたお話を伺いますが、ここで一曲お届けしたいと思います。山下久美子さんと吉川晃司さんが歌われている、サムデイ。お届けしましたのは、山下久美子さんと吉川晃司さんで、サムデイでした。それでは、引き続きまして、恵子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。メッセージね、もう一通来てたんですよ。そのメッセージをくださった方と、旦那様の生年月日も、書いてくださっていて、関係性とか自分のこととかも知りたいなっていうメッセージだったんですけど。ご夫婦感ですね。そうですね。そうですね。では、早速、けいこさんよろしくお願いいたします。お
奥様と、まあ、旦那様なんですけれども、はい、先ほどね前半でお話しさせていただきましたのは関係性があるとかね、ないとかっていうお話を、そうでしたね、そうなんです、させていただいているんですけれども、このねさっきはあの導くね係ですよってお話をさせていただきましたが、そういうものがね一切ないというご夫婦が、いらっしゃる。そうですね。それ、あの、うちなんですけど。そうなんです。そうですね。ごめんなさい、うちなんですが、あの、普通にね、夫婦しておりますし、子供もおります、犬もおります。それはなぜかと言いますと、この関係性があるからいいとかね、ないからダメとかっていうことではないっていうことなんです。そうなんですね。そうです。関係性があるならありで、ないならないで、ちゃんと意味があって、で、そのような家族、ね、そのような夫婦に、親子になっているので、そしてね、いい悪いではないですよっていうのをまず、押さえておいていただいた上で、お話をさせていただくんですが、ちょっと安心しましたね。関係性がないみたいな。そんなことないんですよ。で、ね、ご連絡いただきました。奥様からご連絡いただいたんですが、多分旦那様のおっしゃってることがね、わからないんだと思うんですよ。そういう意味で関係性がないってやつですね。そうなんです。すいません、主人が言ってることわかりませんっていう言葉がその後にね、もしかしたらお会いしてたらいいかもしれないっていうぐらい関係性がないということは、先ほどね、背中合わせって、こう後ろにいるから感じてますよってお話しましたけど、全くないです。背中合わせにもなっていない。そうなんですね。そう。これはどういうことかというと、二人がね、違う惑星から地球というところに学びに来ましたよっていうぐらい、言葉が通じないってことなんです。へー、そうなんですね。言語が違うんですね。そういうことです。言語が違うんですよ。なるほど。そう、だから、ね、価値観も違えば、考え方も違えばっていうところなので、でもね、じゃあなんで結婚したの？じゃあなんで私この人好きになっちゃったの？ってなるじゃないですか。そうですね。自分にないものを持っているから惹かれたっていうのがすごくあると思うんですよ。なるほど。そういうのもある。ね、ご連絡をいただいた奥様は、もうね、もう元気いっぱい。もうみんなを元気にしますよって言って、もうとにかくこう主役というか、結構ね、思った通りに生きてこれた方だと思うんですね。こう自然で言うならば、お日様のような感じなんですけれども、旦那様の方が実は、ちょっとね、草むらに隠れてるような感じです。そうなんですね。悪いわけじゃないんですよ。その代わりも、すごい能力がある、才能がある方なんですけれども、それをね、見つけられるのがちょっとこう、嫌だなって思っている。こっそりやってたいタイプですね。あまりにも才能があるので、才能でもこう見せびらかすこともできなくて、ちょっとこう秘めてる感じ。惹かれるじゃないですか。そうですね。あ、そうなんですね。自分だけが知っているっていうか、草むらからちょっとそういうの見えちゃうと、見えちゃうと、いや、気になるみたいな。惹かれますかね。でしょ。その代わりこの旦那様、やるときすごいんですよ。もう行くとなったらバーって行くし、っていうその切り替えがすごく早い方なので、で、奥様の方は、もうどうしで、構えていて、まあ、あまり動く方ではないので、ただ、いつも元気って言ってるところに、旦那様がね、シャシャってこう、現れたら、気になりますね。そうですね。そういうご夫婦ですね、きっと。ただ、ね、何年も一緒に暮らしていると、会話をしなきゃならない。言語が通じない問題が出てきますよね。そうですよ。片方、草むら、てかもう地面、これいい悪いじゃないので、勘違いなさらないでいただきたいんですけれども、要はステージとか生活する場所が地面だと思っていただいて、奥様はお空。これは出てますね。無理。無理無理。聞いてらっしゃるかしら、メッセージをくださった方。無理って。でも、その方にはちゃんとね、今日見ていただくってお話をしているので、あ、そっかって聞いてくださってると思うんですが。そうですね。じゃあ、無理だから別れるかとか、その離れてるかとか、そういうことじゃないんですね。でも、ちゃんとお二人にも共通する、とっても大事な存在が。
ね、宇宙はね、ちゃんとそこまでも計算してくれています。お嬢さんがね、いらっしゃるみたいなんですけれども、実はお嬢様がお母様とお父様をつないでくれています。なるほど。そう。あの、夫婦でね、はい、例えば地面と太、ね、太陽とかお空だとしても、ちゃんと子供さんが間にいるので、はい、そこを介してお話をね、ちゃんとしてるんですよ。そしてこの大事なお嬢さんを育てていく上で、二人で話し合いをしたりとか、協力をしたりとか、それで相手の良さをね、見ていくというご夫婦なんです。お嬢さんが翻訳機な感じですか？そうですね。そうですね。だから全然ね、このお二人ね、大丈夫なんですよ。そうなんですね。なるほど。はぁ。そうか。すごいですね。ね、これ、マヤ歴っていうものを知らないで、うん、お二人が、いたりとかしてたら、本当にわかんないとかね。そっか。何なのってなっちゃうじゃないですか。でも大丈夫、前歴でね、全部解説できるので、ご心配、ね、なさらないでくださいっていう感じなんです。お嬢さん的には、この二人ったらっていう感じに思ってるかもしれないけど、自分が入ったことによって、そうやってこう、お互いの、言語で、そうそうそう、話してあげられる役割がきちんとあるわけですね。そうですね。そうで、こういうご夫婦ってね、もちろん私も含めてなんですけれども、たくさんいらっしゃいます。私の先生もね、こういうご夫婦なんですけど、関係性がないのね。これは、それぞれがやるべきことがありますよ。ね、奥さんだからって別に旦那様にこう依存するとかではなく、それぞれが、それぞれの役割を、していきますよっていうことなので、とっても大事なこと。なるほど。じゃあ逆に今このご夫婦がそういう感じもお互いに分かってないとしたら、もう自分たち、自分一人一人でちゃんとこう、やりたいこととか好きなことを見つけてやっていった方がいい関係になれる二人かもしれないってことですよね。そうですね。その方が気持ちがね、楽なんですよ。だってやっぱり好きなことが違うんですもんね。そうですよね。そうですよね。だって、いる位置が違って、いる方も違うんですもんね。そうですね。そういうこと、そういうこと。そうか。そうですね。そうなんですね。ね、素晴らしい夫婦ですよ。じゃあぜひ今日メッセージくださった方は、お嬢様がそういう役割を持ってるっていうことをお嬢さんに伝えていただいたらいいんですね。そうですね。それで、あなたが翻訳機だからよろしくっていうことを言ってもらった方がいいですね。そうだそうだ。そうですね。なんかね、下手にお家の中でね、なんだっけ、携帯でほら、LINE を家の中でし合ってますってご夫婦言ったんですけど、家が違います。お嬢さんですって言うのね。お嬢さんに言葉を伝えて、お母さんが言ってくれてってするのが一番いいですね。なるほどね。大切な役目を持って、そのお嬢さんが生まれてきてるんだ。そうです、そうです。とっても大事。なんかやっぱり役割を持って生まれてきてるっていうのがものすごくわかりますね。今日の話を聞いててもね。そうですね。それみんな一人一人にね、役割がちゃんとあるのでね、そこを分かっていただけると、とっても楽なね、あの、日々が過ごせると思います。はい。そうなんだね。面白い。ますます面白い。本当ですよね。今ね、このラジオをお聞きのあなたも、やっぱりマヤ歴について、ちょっと知りたいなとか、お勉強してみたいなという場合に、恵子さんにそれを聞きたいという場合は、どういう方法を取ったらいいですか？この間も、お聞きしましたが、恵子さんにメールでお問い合わせしていただくといいんですよね。もちろんメールもそうなんですけど、フェイスブックのね、メッセージでも、つながっていただければ、はい、まあ、お話もできると思うので、で、今はもうやはりこういう時なので、はい、ズームとか、はいはい、オンラインでね、そうなんですよ。ますもんね、LINE のね、LINE の、なんだっけ、テレビ電話とか、そうです。そういうのでもできるので、はい、私そういうふうにも今、はい、ね、そういうふうにさせていただいているので、ぜひ、お外には出れないけど、何か自分の生活ちょっと変えたいとか、心の中にあるモヤモヤがわからないから、そのモヤモヤをちょっとこう、ね、見たいとかっておっしゃる方がいらっしゃいましたらね、怖いことではないので、そうですね。連絡をいただければ、そうです。楽に。やっぱり、
お顔を見ながら聞くと、すごくお互いにいいじゃないですか。なので、LINE でもいいですし、メッセンジャーでもいいですし、オンライン会議システムでもいいですし、恵子さんの方でいろいろ対応してくださる、もうご準備がありますので、ぜひ恵子さんに連絡をしていただいて、ね、アドバイスをいただけたらいいんではないかと思います。あと、こちらの私たちの番組でも、メッセージいただけましたら、今日のような形で関係性を少しお伝えするようなね、コーナーをこれからもね、続けていきたいと思ってるんですよ。はい、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、もう何度来ていただいても、私たちも聞いててすごく勉強になるし、はい、きっとラジオをお聞きの皆様も、そういうのがあるのねって理解していただけるんではないかと思うので、はい、これから先もね、ぜひ続けていきたいと思います。はい。今日4月の7日ですけれども、はい、今4月の7日、この時期に、ちょっとワンポイントアドバイスいただいてもいいでしょうか。はい。わ、はいはい、かりました。はい、マヤ暦というのは、13日サイクルなんですね。はいはい、1週間7日、ね、7日でこの日々過ごしているんですけれども、はい、マヤ暦ね、ちょっとサイクルが違いまして、13日に。あります、はい。で、3月の29日から、まあ、今回ちょっとうるう年が入るので、14日間にはなるんですけれども、4月の11日まで、はい。はい。まだあと5日間ありますね、今日にでね、はい。その間は、赤い竜という、ね、願いがね、はい、流れていまして、新年始まってね、今勢いがとってもあるエネルギーのところにいるんですが、はい。これもう一つ意味がありまして、母性とかね、はい、生命とか、誕生っていうエネルギーなんですね、はい。なので、ぜひこの期間、4月の11日までは、男性でも女性でも持っています、この母性です。はい、母の心ね、はい。母性を大事に、人と接していきましょう、はいね。みんながみんな自分と同じではないということなんですよ、はい。自分はもちろん大事な存在でもあるんですけれども、今目の前にいるその人もまた大事な存在であるので、なのでその方に対して母性のエネルギーで接するということをね、心がけていきましょう。はい、でなるべく新鮮なね、気持ちで、はい、空気の入れ替えをするのと同じで、心の中も新鮮にね、はい、もう朝、夜寝て、朝起きたらもう新しい一日なのでね、はい、日々新鮮な思いで生きていっていただきたいと思います。はい。マヤ暦本当に面白くて、面白いですね、私たちもちょっと家族構成すべてご先生に生年月日をお渡ししていろいろ教えていただきたいですね。はい。今ちょうどマヤ暦のそのお勉強も恵子さんのところでやってらっしゃるんですよね。はい、そうですね。実は私たちのお仲間でお一人もお勉強始めた方が、始めてみたいな。そうです。どっぷりハマった方がいますね。そうなんです、はい。で、その方がおっしゃってたんですけど、恵子さんからもちろんそれを教わることで、自分の周りにいる方に少しでもエッセンスとしてアドバイスができたらいいんじゃないかななんて言ってました。ありがたいです。もうそういうものなんですよね。うんうん、例えばラッキーカラーなのよとか、はい、今日はこういう日よとかね、はい、今こういう時よとか、なんかこういうところがあるのよっていうのをちょこっとずつでもね、誰かに伝えていただけたら、それがね、はい、幸せの輪というか愛の輪となって広がっていくのでね、今すごくいいと思います。そうなんですね。そういう仲間を、私、はい、お伝えはしてますけど、決して先生ではないので、はい、一緒にこの、ね、広げるとか、一緒にこう、はい、学んでいきましょうっていう仲間を、ね、増やしているところなので、そうなんですね。そうなんですよ。なので、じゃあ、ね、そういう興味を持たれた方も、恵子さんにね、ご連絡いただければ、はい、と思います。いや、今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のギフトボックスのゲストは、マヤ暦アドバイザーの渡辺恵子さんでした。ありがとうございました。またぜひいらしてください。ありがとうございました。それではここでね、ちょっと換気タイム取りましょうか。はい、換気タイム。はい、皆様、できましたらお部屋の窓を2箇所開けていただいて、換気をしてください。はい。はい。では、一曲お聴きください。テセウスの船の主題歌にもなっていました。ウルさんで、あなたがいることで。お届けしましたのは、ウルさんで、あなたがいることで、でした。では皆様、窓を閉めてください。換気タイム終了です。それではここで、番組へのメッセージの送り方をご紹介したいと思います。まず、
友達にメールを送りいただく場合なんですけれども、tuesday@komae.fm、こちらにメールのタイトルにはウクレレドキッと入れてください。そして本文にはラジオネームをお忘れなくお書きください。それからハニベリの公式ページがあります。実はね、前からあったんですけど、お知らせしてませんでした。こちらの URL 申し上げておきましょう。https://で、honeyonberry.club。honeyonberry.club です。こちらにメールフォームを作りましたので、ラジオ番組宛てのメッセージをいただく場合にはぜひメールフォームをご活用ください。その他にもハニーオンベリーのフェイスブックページ、ツイッター、そしておはがきでもお便りお待ちしております。よろしくお願いいたします。テレワーク中なんですよね、私たち今日は。そうなんです。はいはい、先ほどのね、マヤ歴のね、お話が大変面白かったんですけども、はい、今日ゆりちゃん、ね、朝起きてますね。そうですよ、はい、はい、これが今日が赤い日だった。実はですね、私、はい、朝のモーニングハニベリでできる限りちょっとマヤ歴の色で出てみようかと思ってるんですよ。実は私もですね、何気にピアスが赤なんですよ。そうなの？やだ、見なかった。皆さん、リスナーの皆さん、ちょっと見えないかもしれませんが、今メッセンジャーでビデオ通話をしております、私たち。はい、そうなんです。はい。じゃあ、今日ね、これから夜7時になりますと、はい、緊急事態宣言というのが出る予定なんですよね。はいはい、そうですね。うん、ね、本当に外出を自粛してくださいというね、はい、お知らせにはなりますけれども、まあ、いろいろこう情報を見ますと、まあ、パニックにそんなになる必要はないということで、はい、スーパーもやってますしね、お買い物も普通に、まあ、予防していきながら、お買い物もできますしということですので、はい、あまりいろんなことでね、神経質にならなくても大丈夫かなというのはありますけれども、もう極力外出は控えてくださいということですね。はい、そうですね。はい。それでは、16時台。最後の一曲をお届けしたいと思います。はい、お願いします。私もね、大好きなウクレレ歌うたい、花ムーンさんの曲で、恋する六角レンチです。
それでは引き続きハニオンベリーさんのウクレレ時、お楽しみください。ハニオンベリーのウクレレ時。後半戦はこのコーナーからお届けいたします。スカイナウ、今どんな空？ウクレレでつながった全国のお友達に電話をつないで出演してもらうコーナーです。さあ今日はちょっと遠いところにつないでおります。ヨーロッパデンマークのコペンハーゲン森さん、こんにちは。こんにちは、コペンハーゲンの森です。今日はよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあいつもの通り聞きますが、森さん今お空はどんな感じですか？はい、コペンハーゲンは今朝の10時ぐらいなんですけども、ちょっと曇り空でたまに日差しが見えるぐらいになっています。はい、この間ちょっと森さんのフェイスブック拝見させていただいてたんですが、桜の花ももう咲いてるみたいなんですが、日本とじゃ同じぐらいですかね？そうなんですよ。意外と寒くなくて、特に今年は冬が暖かくて、はい、桜も結構咲き始めてるところもあるぐらいですね、はい、あ、じゃあ普段はもうちょっと遅いわけですね？普段はだいたい4月の下旬から5月ぐらいにかけて咲き始めて、こちらの方にも桜がたくさん植わってまして、あの桜祭りっていうのがあったりするんですけど、そういうのが5月ぐらいになります。割と日本人の方は、あの森さんが住んでるあたりでは多いんですか、住んでる方は？いえ、あのコペンハーゲンは日本人はあんまりいないですね。だから日本食とかを手に入れるのはなかなか大変なんです。へえ、そうなんですか。え、でもやっぱり置いてあるスーパーとかはある？あ、醤油とか、あの日本食はかなり、あのこちらの人たちにもヘルシーブームがあった時があって、あの、はい、お寿司屋さんとかはかなりたくさんあるので、醤油とか、まあまあ、お味噌とかも、あの普通のスーパーでも見るときには見ます。そうなんですね。でもあれですよね、あの今日本もかなりあのコロナウイルスで大変な状況なんですが、そちらもやっぱり外出禁止とかになってるんですよね？そうですね、あのヨーロッパはその3月の初めぐらいにあの一気に感染が増えたので、その頃にあの各国もロックダウンをしてしまって、はい、で、はい、あの外出もなかなか難しいです。まあ、幸いデンマークは外出禁止まではなってないんですけど、10人以上の集会は、はい、あの罰金が課せられるような状況です。お、はい、罰金罰金です。なかなか厳しいですね。ちなみにおいくらぐらいとかあるんですか？だいたい日本円ですると10万円から20万円。おお、やっぱそのぐらいやらないとダメですよね。ね、やっぱりあの感染を広げないっていうあの意識をみんな持ってもらわないといけないので、はい、まあ、あの実際に課せられてるかどうかは分かりませんけども、はい、はい、ましてやね、あの地続きのところですからね。そうですね、はい。あの森さんはいつからデンマークにいらしてるんでしたっけ？はい、デンマークに移住したのが2017年の夏なので、はい、こちらにあの移り住んできて2年半ぐらいになりますね。そうなんですね。その前はどちらにお住まいだったんですか？その前に住んでたのはあの関西なんですけども、あの出身自体は九州、熊本で、それから大学で関西に出てきて、はい、それからもう、20年近く関西に住んでましたね。そうだったんですか。森さんとウクレレの出会いっていつだったんでしょう？僕がウクレレを初めて手にしたのが2016年の夏ぐらいだったと思うんですけど、はい、あの某あの通信販売の大手のところで、あのウクレレが安く売ってたのを入手しまして、でちょうどその頃に、はい、あのウクレレの今入ってるグループ の、はい、あの地方でやってるあの勝手にガズレレというのが始まって、でその頃に、はいはい、京都のグループにあの仕事で京都をよく通ってたので、はい、そこに、はい、入らせてもらうことができて、それ以来、ウクレレにハマってずっと弾いてる感じですね。そうなんですね。 また森さんの声がいい声なんだ。そうなんですね。あと
森さんといえばやっぱりあの私たちガズレレの仲間を一つの動画にまとめてくれたっていう大きな功績がありますよね。今でもそう言っていただく方がいますね、はい、いやでもあれは本当に素晴らしかったです。もう感動でしたよね。はい、いや僕はちょうどあのデンマークに移り住んできて1年ぐらいだった時なんですけど、ね、その時なのであのちょっと僕自身寂しかったのもあるんですよなので、まあ、みんなでやりたいというのもあって、はい、そういう企画をしちゃいました。素晴らしかったです。ありがとうございます、はい、あの時はそれでは森さんリクエスト曲ご紹介いただけますか。はい、さっきの話題にもありましたけどもみんなでガズレレの仲間で世界中がつながってやった時にあの選んだ曲 の, あの We Are The World という曲をお願いします。はい、わかりました。それでは、今日のスカイナウのゲストはデンマークコペンハーゲンから森さんにご出演いただきました。森さん、遠いところありがとうございました。ありがとうございました。お届けしましたのは We Are The World でした。はい、デンマークから森さんにご出演いただきました、はい、ね、嬉しかったですね、遠くから本当本当このね、We Are The World、 私たちも本当にこの We Are The World みたいに歌って、うん、画像をね森さんが貼り付けていただいて、うんうん、というね動画の作成をしたことがあるんですよね。ねえ、そうなんですよ、素晴らしい仕上がりで。そう、私ねここねパートねシンディーローパーやったんだ。本当そうだっけ確かかなちゃんさあのあれよね、金髪か何かのウィッグかぶってる方。そう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 、シェンディやってる。そうだそうだよね、あのリンク貼っといてくださいね、アーカイブに。あのもうね貼ってありますよ、ブログにちゃんと貼ってあります、はいはい、それであの後から分かったんですけど、はい、森さんの奥様もマニア歴アドバイザーをされてるということで、共通点がありましたね、はい、デンマークのねその今のこのねコロナウイルスの状況、結構外出ね、はい、もし見つかっちゃったら罰金そう10万円とか言ってました、ね、10万円から20万円と言ってたので、言ってました、うん、まあ厳しい、まあでもそのくらい ね、やった方がいいですね、みんなで、うん、しっかりまずね外出しないことが一番の、人にうつさないっていうことが大切ですよね。もしかしたら自分は発症してないかもしれないけど、ね、菌は持ってる可能性はあるから、そうそう、うんうん、ね、そうなんですよね、うん、そんなわけでこの週末私たち、はい、テレワークいっぱいやってましたよね、はい、やってました急に忙しくなりましたそうですね、うん、オンラインの中予定がいっぱい入ってたよね。そうなんですよ、はいはいはい、そんな中ですね、日曜日ですね、4月の1日の日曜日、はい、はい、私たちが、ね、企画しておりますカモンレーベルのお話を、ね、ちょっとしたいと思うんですが、4月1日に、はい、このカモンレーベルの、今年の企画ということで、はい、J-POP カバー曲のレコーディング、あ違う違う、うん、何レコーディング、レコーディングカバーアルバムを作ろうという企画ですね。はい、それの、お悩み相談会が、そうなんですよ、今回アルバムのプロデューサーをしてくださるクスクスのボーカルの川上二郎さんに何でも聞いちゃえるっていうお悩み相談会をねオンラインで開きましたそうなんですよ ね、あの実際顔を見ながら、そうなんですね、なんて贅沢な、うん、本当ですよ ね、そこでいろいろと質問が出ましたよね。今日その質問をちょっとラジオでお伝えしましょうよ。はいはい、そうですね、うん、まずですね、はい、あの曲の選び、選曲のコツ、はい、あの一応エントリーシートには、うん、3曲第1希望から第3希望、はい、希望までご提出くださいという、フォームになってるんですけれども、はい、まあ悩みますよね。悩みますね、うん、はあ、でそのね選曲のコツは何ですかっていうご質問をさせていただきましたら、はい、まあ、自分 の、 その曲調、例えば、悲しい曲が自分は普段似合うのかとか、うん、楽しい曲が似合うのかとか、うん、そういう自分はどっちかなっていうのでも、あの、まあ、一つ、選曲をするポイント、はい、じゃないでしょうかっていうことなので、そうですね、うん、あとは、あまり歌ったことない曲は選ばないようにした
それもおっしゃってましたね、次郎さんね。いきなりってやっぱりハードル高くなっちゃうからね。まあね、できれば、ウクレレも演奏するじゃないですか。だから歌は例えばもう見なくても目をつぶってても歌えちゃう、カラオケで歌えちゃうぐらいの曲の方が一つに集中できる、演奏する方に力を注げるから、それもいい方法じゃないかって言ってましたね。そうですね。あとは、まあ、カバーとして楽しみたいのであれば、女性は、はい、男性ボーカルの曲、うん、男性は女性ボーカルの曲を選ぶのもちょっと面白いんじゃないかなっていう話もありましたよね。そうでしたね、うんうん、ただその時には一つ注意点があって、あんまり男性が、女性の歌ってる 女性ボーカルの曲を選ぶと、ちょっとねこう女っぽくなっちゃう、女っぽくなりそう、そう、なんか私が入ってくるとちょっと変な感じになるから、そこは歌詞も考えて気をつけてって次郎さん言ってましたね。そうですね、はい、あとは、まあ、あんまり大ヒット曲だと、オリジナルとちょっと比べられちゃう部分もあるから、隠れたヒット曲を探すのもいいよって言ってました、ね、そう言ってました、隠れたヒット曲、ね、なんだろう、なんだろう、私たちもまだ悩んでるんだよね選曲で ね、 でね、申し込むことは決めてるんですが、なかなか曲が決まらなくて今悩んでおります。はい、あとはどうなんだっけね、あとはね、はいはい、今回は、ウクレレの演奏に関してはサポートの方をお願いしても大丈夫というのが決まりになっていますので、もしもウクレレの実力がまだまだだからレコーディングなんてって思ってるね、そこのあなた、大丈夫ですよ、強者が手伝ってくれます。ウクレレの影武者 OK なんですか。はい、そうなんです。なかなかこれとっても嬉しいね。これでハードルが下がりますよね。歌に専念できる。はい、そうなんです。私たちが去年ニューチャプターというね、オムニバスアルバムを作った時には、オリジナル曲で、なおかつその影武者とかっていうことは全く考えずに自分たちで演奏して、そして自分で歌うって思っていたので、やっぱりその演奏にも気を使う、そのクリック音を聞きながら録音することに慣れてない私たちにとっては、やっぱりそれもなかなか大変な作業でした。なので、演奏がもし不安だったら影武者の方をお願いしてもいいし、あとはまずレコーディングまでにクリック音に合わせて演奏するのをとにかくたくさん練習していただくのがいいですよね。そうですね。で、はい、まあ、いろんな、アプリがね、スマートフォンとかに入ってると思うんですけれども、はい、iPhone とかだと、ガレージバンドって言って、はい、あんまり使ってないギターのマークのアプリケーションがあるじゃないですか。そうです、そうです。オレンジっぽいね。かなり優れもので、優れものなんだよね。そうなんですよ。無料で入ってるのが信じられないくらいの紙アプリなので、ぜひそれを使って練習していただきたいのと、あとこのレコーディングに向けまして、コーニ君というね、私たちのウクレレ仲間がこのガレージバンド愛好会というグループを作ってくれました、はい、でそのグループの中でみんなでこの機能はどうやってやるのとかお互いに質問したり、出来上がったものをお互いに聞き合ったりっていうのができるグループがありますので、興味のある方はぜひお入りください。はい、ちょっとね、ガレージバンドの説明をすると、はい、まあ、自分で要するにタクロックができちゃう。そうです。多重録音ですね。多重録音ですね。はい、で自分でウクレレを弾いたのをまず録音して、それを聞きながら、はい、自分が歌ってるのもまた別マイクで載せられる。はい、そうです。なんなら遊びたかったらいろんな楽器も入れちゃってみたいなね。そうなんですよ。ドラムもね、入れられたりとか。多チャンネルなので、一箇所間違えても後で直せるっていうね、利点があります。うん、途中から行ったりね。そうなんですよ。本当に便利なソフトで、今ね、そう、私このコロナウイルス感染予防のためにずっと自宅でテレワークしてるじゃない？なので、はいはい、このテレワークの期間に、私たちハニオンベリーでいつも演奏している2人のオリジナル曲を、カラオケバージョン作っています、ガレージバンドで。
で、それが出来上がったらウクレレ時の BGM に使おうと思って今作っております。よろしくね。はい、お任せください。はいはい、あとね、今回そのね、カモンレーベルのこの企画に、はい、プロデューサーとしてご参加いただいている川上二郎先生が、なんとなんとこのね、はい、この時期だからこそというか、はい、オンラインを使っていろんなレッスンを考えてくださってまして、はい、二郎先生がやってます新宿ボーカルスクールの方では、はい、まあ、私も通ってるんですけれども、まあね、いろいろ対面式になると今のこの時期ね、まあ、外出なかなか難しかったりっていう方がいらっしゃるので、まあ、オンラインのレッスンも始めてるんですが、オンラインでやるほどでもないけどちょっとレッスンお願いしたいなみたいな方に向けて、はい、二郎先生のなんと添削レッスンがスタート。そうなんです、スタートいたしました。はいはい、これは、自分で歌いたい曲をまず歌ってその動画を二郎先生に送ります。はい、うん、はい、送ったその動画を見て先生が、はい、そこに添削をしていただける。もうここは、例えば、ファルセット行きましょうとか、ここはもう少し、はい、リズムを取ってくださいとか、細かくそのところに、ポイントポイントのレッスン内容を、はい、添削していただける。うん、それで、ちょっとね、ご説明しづらいようなところに関しましては、新宿ボーカルスクールの、YouTube チャンネルがありまして、ボイスラバーズ。はい、そこの何々っていう、タイトルのところを見てくださいねっていうことでコメントもしてくださるようなので、詳しくはそちらの YouTube を見ていただければ動画で先生がいろいろご説明していただいているのがあります。なのでそういうことを使うと全然オンラインでボーカルレッスンができちゃうんじゃないかっていうシステムなんですね。できちゃいますよ。あとは、東京に、ね、いない方でも遠方からでもボーカルレッスン受けられますので、この機会にね、はい、ぜひ二郎先生に習ってみたい方はお問い合わせください。そうですね、はい、じゃあそんな二郎先生の曲をかけたいと思います。はい、それではクスクスのボーカル川上二郎さんご本人がクスクスの曲をカバーした子供たちへ。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせです。 ASP.AIDASP.AID はクラシック ASP の保守・管理・運用・設計・再構築・機能拡張・不具合修正などを行います。 IIS アクティブサーバーページスのプロフェッショナルがあなたのレガシーシステムを無期限にがっちりサポートいたします。例えばこのシステム配置外で担当者不在、誰もメンテナンスができない、システム開発会社に作ってもらったシステム、現在その会社がない。メンテナンスを誰に相談したらよいかわからないシステムがある。ドキュメントすらない。こんな経験はありませんか？そんな方は今すぐ ASP.AID で検索。クラウド化やスマホ対策、新しいデザインへのリニューアルにも対応可能です。古き資産を最大限に活用いたしましょう。豊作プロジェクト株式会社様からのお知らせでした。コマエストロ駅伝。はい、このコーナーはコマエの専門家マエストロの皆さんに駅伝のようにタスキを渡していただき、ご紹介し合っていただくコーナーです。さあ、今日はもう第13区になりました。今日の13区は、狛江在住、石川さゆりさんのライブなどでも、コンサートマスターをなさっていらっしゃる、崎久保義弘さんに、お電話をつないでおります。崎久保さん、こんにちは。あ、どうもこんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ簡単でいいんですけれども、崎久保さん、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、崎久保義弘と言います。まあ、普段はまあ、いろいろやってるんですけども、主に川さゆりの方の、まあ、音楽関係の、まあ、バンドの、演奏したりとか編曲したりとか作ったりとか、まあ、いろいろなことやってで、はい、ます。まあ、あとは狛江のアドナインスというライブハウスで、たまに
ライブをやらせていただいたりとか、まあ、道楽のような感じで、ライブをやらせてもらったりとかしてますね。はい、ありがとうございます。石川さんのコンサートマスターっていうことは、バンドは何人ぐらいでいつも今はね、ライブは。そうですね、7人編成で、はい、だから、まあ、詳しく言うとピアノでしょ、ピアノがあって、ドラムスがいて、ベースがいて、ギターがいて、はい、あと3人はあのリード楽器といって、まあ、管楽器、あの、まあ、サックスとかフルートとか、そういうのもあの何でも吹けちゃう人が一人いまして、その人一人と、あとバイオリン、チェロという、そういう編成なんですね。へぇ、まあ、ね、編成がこう、ツアーごとに変わったりもしますけども、まあ、今のところそういう感じでやってます。石川さゆりさんのライブとかは、あのステージ上に皆さん、あの、その楽器の皆さんもいらっしゃるようなステージ、ね、もちろん、もちろん。はい、昔はね、でも、はい、こういう世界はあのもっと編成がね大きくて、はい、いわゆるなんちゅうのオーケストラのバンドみたいな感じで、ね、もっと人数が何20人30人いてやってたんですよね、もっともっと昔は、ね、はい、もうだんだんなんでしょうか、だんだん貧乏くさくなって、だんだん人数がミニマムになってきてるっていうことですよね。ね、みんな減って、どこ の, あのところもそうみたいですけどね。そうなんですね。うん、あのなんとなくあの、コンサートマスターっていうイメージからすると、はい、私はすぐなんか、オケピとか思い出しちゃうんです。あ、そうですよね。オケストラで棒振ってるみたいなね。あんな雰囲気なのかなと思いながら、うんうん、ちょっと今日お話しするの楽しみにしてたんですけど。あ、そうですか。残念でした。はい、そういう、オケラ。やっぱりバンドをまとめてらっしゃる方って本当にいろいろご苦労もあると思うんですけど、先久保さんは鍵盤をなさる方なんですよね。あ、そうです、ピアノ係ですね、はい、ピアノ係プラス、はい、いろいろ、まあ、雑用係ですね。そうですか、うん、一番大変な係ですね、それは、ね、誰か変わってくんないかな。はい、アドナイスさんには割と、うん、あの定期的にライブをやってらっしゃるんですかね。そうですね、決まって定期的というわけじゃないんですけど、はい、そうですね、思い出した頃に 2、3ヶ月に1回くらいですかね。うん、そうなんですね。私たちこの間、はい、あの剣屋さん先週、剣屋さんとお話しした後にあの、生放送終わった後にアドナイスちょっと行ったんですよ。あ、そうですか。はい、はい、素敵なお店ですよ ね、素敵なお店です ね、なんかね、たまり場みたいな感じで、ね、大人のたまり場みたいな、ね、そうですよね、うん、あのまたじゃあそのアドナインスさんでもあのライブなど決まりましたらお知らせいただければ、うん、はい、そうですか、ぜひ、はい、あのお知らせしたいと思いますので、あ、本当嬉しい嬉しい、あのぜひぜひ、お伺いしたいです、ライブに、はい、よろしくお願いします。はい、あれですよ、あの親父の道楽みたいなライブやってますから、別になくても、あの、あまりいいじゃないですか。はい。好きなことやらせてもらってるんで。はい、はい、決まりましたら、あの、お知らせくださいね。はい、ありがとうございます。はい。お願いします。はい。今日のコマエストロ駅伝の第13区は、狛江市在住の先久保義弘さんにご出演いただきました。先久保さん、ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうございました。またお会いしたいです。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、狛江ストロ駅伝は第13区までたすきの方がつながりましたけれども、はい、まあちょっとね、世間こんな感じでコロナウイルス、うん、そうなんね、あの拡大、私たちも防止しようと思いまして、うん、ちょっとたすきを一旦、うん、預かって、私たちで預かりましょうか。そうしましょう。ね、一旦預かって、ね、また落ち着いたら、たすきをこうお渡しして、皆さんに回していただきましょう。はい、そうですね、うん。はい。いいと思います。そうしましょう。はい。なので、一旦、たすきの方は、はい。ハニオンベリーがお預かりさせていただきます。はい。狛江ストロ駅伝のコーナーでした。先久保さんからリクエストをいただきました。石川さゆりさんの、生きというアルバムは、江戸の古典芸能を今風の感覚に料理したものなんだそうです。その息の中からヘビーなロックにアレンジされた深川をお届けいたします。
それ今ね、聴いていただいた曲なんですけれども、深川っていう題名の曲なんですよね。で、はい、まさに私が住んでるのが深川なんですよ。すごいかっこいいアレンジですよね。ねえ、すごいかっこいいアレンジでしょ、うん、さきくぼさんが私の方でどの曲がおすすめですかってお聞きしたら、これがね、いいんですよっていうことで教えていただきまして、で、その後私もちょっとね、歌詞を調べてみたんですよ。そしたら、はい、やっぱり深川通いとか、なんかそういうね、なんか地名もちょっと出てくるし、大門口を眺めればって、大門通りっていう通りがあるのね、深川に。その名前が出てきてたりして、すごいなんかね、ちょっと身近に感じてしまう曲でした。ああ、そうそう、だからね、何かリクエストありませんかってメッセージした時に深川って来たから、うん、おなかなかゆりちゃんちの方ねみたいな、いい曲選んでいきたいかなって思ってた。そうなんですよ、うん、ね、ちょっと知らなかったから、結構かっこいい曲で、ね、今もね、かっこいいよね。オフ中に話、声をオフ中に話をしてたんですけれども、はい、私たち今日はテレワークでお届けしております。はい、そうなんです。はい、もう少しじゃあ、さっきのレコーディングの話していきましょうか。はい。はいはい。私たち去年は、日比谷野外音楽堂で、やおいかもっていうね、はい、ステージイベントをやらさせていただいたんですが、さあ、今年は夏、何をしようということで、J-POP のね、カバーアルバムをみんなで作りましょう。っていう企画が今立ち上がっておりまして、はい、まあね、今年は今の自分をそこに記録するアルバム、今の自分の声や、今の自分のウクレレの力量でしょうかね、力量力量そうそう、アルバムにしてみませんかっていうのは、まあ、そういう意味もあるということで、はい、そうですね、思い出を詰め込んで、うん、そうですね。で、はい、去年は日比谷野音の八百屋家紋のサブタイトルが、その夢、はい、野音で叶いますっていうサブタイトルがついてたんですが、うん、そうですね、今年は結局これ採用になるのかな、どうだろう、いや、言ってればさ、はいはい、うん、言ってれば既成事実ができて採用になると思うので、はい、かなちゃん、では私たちが考えたサブタイトルどうぞ。はい、あなたの今を永久保存。どうでしょうか。ねえ、秋田社長が OK って言ったら OK なのかな。採用になるかな。しれっとも言い続けちゃう。うん、言い続けましょう。だってすごい考えたもんね、はい、私たちね。そうね、そうね、ひねり出したよね。うん、ひねり出しました。じゃあこれで言い続けましょう、私たち。はい、言い続けましょうね、はい、レコーディングにね、まだ迷ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、私たちのそのFacebook のグループの方に先日の会議の動画もアップしていますし、いろいろ上がった質問についても Q&A でテキストを残していますので、それを一度見ていただいて、ぜひご検討ください。はい、あと、わからないことがあったらね、何でも、ハニベリの二人に聞いていただければ、私たち、サポーターということで、担当しておりますので。この間、任命されたよね。そう、任命されましたよね。任命されたっていうか、自薦。自薦自薦、自らやりますって手を挙げたんだね。そうそう。なのでね、皆様お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。はい、それとね、かなちゃん、はい、私今日ね、お家にいるじゃないですか、テレワークで、はい、そしたらね、宅急便さんがね、私たちが、ドキドキショッピングでご紹介していたパーカーが届いたんですよ。私買ったんです。イエーイ。私ね、3月末までが一番お得だったでしょ。だから3月末までに購入させていただいたんですよ。素敵。そしたらたくさん売れてるからちょっと在庫が切れちゃってなんて言って、少しお待ちくださいって言われてたんですけど、今日届きまして、先ほど試着してみました。どうだった？気持ちよかったよ。ただね、それを着てこの放送に向かうと、私途中でお昼寝しちゃうといけないと思って、ちょっとそれはやめときました。今ですね、緊急事態宣言が発令されたそうです。詳しくはじゃあまたあれですかね、コマラジの方からも。
そうですね、ご案内させていただくような形になりますでしょうかね。はい、はい、今ちょっとタイムラグがあるかもしれませんが、今はテレビをつけました、緊急事態宣言の対象ですね、はい、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡、期間は、来月の6日までということで、今ちょっとね画面が変わってしまったんですが、詳しくはまたね、はい、皆様、いろんなニュースをご覧いただきたいと思います。はい、皆さんで落ち着いて行動していきましょう。そうですね、ね、今日のね、いろんな、はい、テレビもそうですけれども、まあ、そういうことをね、たくさん今報道してはおりまして、ちょっと不安な気持ちにはなりますけれども、はい、とにかく外出だけは自粛していただいて、そうですね、はい、外出を自粛して、あとはお家で楽しめるもので、できるだけ気持ちが落ち込まないように、みんなでね楽しくお家で過ごしていきましょうね。そうですよね、今いろんな、アーティストさんもいろんな形で、はい、動画アップされてたりとか、そうなんです、オンラインライブをしてくれたり、うんうん、スペシャルな動画がたくさん上がっています。うん、そうですよね、ウクレレで有名のジェイク島袋さんもリビングライブやってたし、ね、そう、贅沢ですよね。そうなんね、ね、あとね、そうですよ、あとね、藤原さくらちゃんもライブやっていて、うん、ギターで弾き語りしてるんだけど、途中ウクレレに持ち替えたんですよ、フェンダーの。もう素敵だったの。アーカイブもあるから、かなちゃんも見てみてね。見ます。やっぱり、ね、うん、そういうなんかもう他の楽しみ方がたくさん今出てきてるので、うん、あんまり、ね、その気分がめいることなく、はい、いろいろねしのげるんじゃないかと思います。それで参加型のも多いじゃないですか。多いです、うん、はい、ぜひぜひ。あ、それとそれと、ウクレレのキワヤさんがウクレレレンタル、はい、始めてたじゃないですか。あ、ほ、そうそうだそうだ、そう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 、なのでやっぱりテレビ見てるといろんなね、はい、気分がめいっちゃうような情報ばかりなので、ぜひぜひ YouTube で、はい、レッスン動画、無料のレッスン動画がズレレで上がってますのでね、はい、手元にない方は、まあ、ちょっと買っていただいてもいいですし、そうですね、レンタルしていただいてもいいですね。無料のレンタルを、うん、始めましたということで、はい、ね、それも URL 貼り付けときますかね。はい、後で貼り付けときます。それでお手元にウクレレが届いたら、はい、もし最初の一歩が動画を見ても踏み出せなかったら、私たちにご連絡ください。オンラインで最初の一歩お知らせいたします。はい、教えます。私たちのね、今日はお休みになっちゃいましたけど、はい、ドキドキラジオウクレレレッスンのノクティさんは本当に上手になられましたよね。はい、まあ、彼の努力ということもありますが、はい、ウクレレってそれだけ手軽に始められる楽器だっていうことをね、皆さんに知っていただきたいですね。そうですね、それと、うん、ウクレレってなぜかわからないけど、すごく輪が広がる楽器なんですよね。そうなのよ、ね、コミュニケーションツールだよね。そうなんですよ。どうなの、どこにでも持っていけるじゃないですか。そうなんですよ、ね、ピアノじゃ持っていけないけど、ウクレレなら持っていけます。そうなの、ギター担いでいくのも大変じゃないですか。そうなの、そうなの、けれども、うん、ウクレレはとってもちっちゃくて可愛い楽器なので、うん、ぜひぜひこの、ね、この機会になんかいいじゃない、ウクレレやってみましょう。いいと思いますよ、ね、いつでもハニベリを呼んでくださいね、はい、私たち毎朝、はい、今モーニングハニベリって動画をアップすることにしたので、ウクレレ少しちょっと弾いてもいいかもしれないね。そうですね、うん、はいはい、そうしましょう。朝の時間になってきたんで、だんだん、そう、ね、ね、規則正しい生活をするって大事なので、私たちもテレワークだけど、朝には2人で顔を合わせてモーニングハニベリーを録画してっていう感じで、これからも過ごしていきたいですね。はい、よろしくお願いします、はい、ね。さあ、今日もデイジー・ドブユキさんのレレハッピーデーの音楽に乗せまして、今週お誕生日の皆様にお祝いをお伝えしたいと思います。4月の7日、星川健さん、おめでとうございます。そして副島さん、副島さん、おめでとうございます。ディースキッチンのヤコさん、ヤコさん、おめでとうございます。さとこさん、おめでとうございます。4月の8日、
浦川恵子さん、おめでとうございます。千春さん、おめでとうございます。寺下郁美さん、おめでとうございます。種田舞子さん、おめでとうございます。4月の10日我らが新次郎さん、新次郎さんお誕生日おめでとうございます。そして高橋春代さん、おめでとうございます。4月の11日神谷めぐみさん、おめでとうございます。4月12日小林平井さん、おめでとうございます。4月の13日松尾秀樹さん、秀樹さんおめでとうございます。高橋康文さん、おめでとうございます。デル太郎さん、おめでとうございます。私たちウクレレ時ではお誕生日メッセージ皆様からもお待ちしております。はい、この頃ねだんだんあのメッセージとかいただけるようになってきたのを、あの伝えてほしいんです。嬉しいね。はい、皆様ぜひぜひね、私どもにお誕生日のお祝いメッセージお送りください。はい、はい、今日もね、あの収録等を交えつつ、はい、お届けいたしました。そうですね、もしかしたらちょっとお聞き苦しいところもあったかもしれないんですが、はい、今はちょっとね、お許しいただいて。そうですね、はい、それぞれが少しずついろいろ気をつけていかないといけない時期だと思いますので、ね、はい、皆さん手洗い、うがい、そして換気をして、あとはしっかり眠って。そうですね、免疫力アップです。はい、お願いしたいと思います。はい、この放送は創作プロジェクトの公演でハニオンベリーのゆりとかながお届けいたしました。ハニオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から18時までの放送です。番組へのメッセージリクエストお待ちしております。それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。人生に一輪のハイビスカス、プラッパ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 ラ、トゥルルトゥ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 ルルル、今日はハッピーデイ、へララビューティフォーデイ、一緒に踊ろうよメリーゴーラウンド、乗り場で待ってるから今日はハッピーデイ、へララビューボデー、うつむいた日々にさよならさ、連れてって虹の果てに、買い物かごいっぱいの愛を